本日は気候変動かける防災国際シンポジウムライブストリーミングへのアクセスありがとうございます。まもなく開会いたします。本日ご登壇の皆様のご略歴はウェブサイト上のプログラムに掲載しています。また、パネルディスカッションにご登壇の皆様には事前にそれぞれの事例紹介のスライドをご準備いただきました。動画にて収録くださった方もいらっしゃいます。これらも同じくウェブサイトに掲載していますので、どうぞご覧ください。本日はライブストリーミング終了後、オンラインによるアンケートを実施いたします。現在画面上に表示している QR コードをパソコンやスマートフォンで読み込むと、アンケート画面が表示されます。ぜひオンラインアンケートにご協力ください。QR コードは本日のプログラム終了後に再度画面上に表示されます。それでは間もなく開会します。皆さん、こんにちは。ただいまから環境省、内閣府、国連防災機関 UNDRR 共催、気候変動かける防災国際シンポジウム、気候変動に強靭な世界の実現のための気候アクションと防災 SDGs のシナジーの強化を開始します。お忙しい中、ご視聴いただきありがとうございます。私は本日の進行を担当する地球環境戦略研究機関統括研究ディレクターの水野治と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は1時間半のプログラムを予定しています。どうぞ最後までご視聴ください。まず、共催者を代表いたしまして、環境省瀬川恵子大臣官房審議官より開会のご挨拶を申し上げます。皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、気候変動をかける防災国際シンポジウムにご参加いただき、感謝申し上げます。近年、世界各地で気象災害が激甚化しており、日本国内でも台風や豪雨などによって大きな被害が出ているところでございます。今後、さらに気候変動により災害リスクが高まると予測されており、防災・減災対策と気候変動への適応の連携が喫緊の課題となっております。こうした背景から、本シンポジウムは気候変動対策と防災、そして SDGs のシナジーの強化について意見交換を行うことを目的として、内閣府さん、国連防災機関さん、そして環境省により開催する運びとなっております。本日の構成でございますけれども、最初に国連防災機関特別代表の水鳥真美様に、気候変動対策と防災に関する国際社会における議論の方向性について基調講演をいただく予定でございます。その後、国内外の有識者をお招きし、3つのグローバルアジェンダ、パリ協定、仙台防災枠組み、そして SDGs、 これらのシナジー強化のために国際社会での取り組み、課題や方向性、日本の役割いかにあるべきかといったパネルディスカッションを行います。パネリストの皆様、ご参加ありがとうございます。皆様のご紹介に関しましては、パネルの際に本日モデレーターをお願いしております、国連大学サステナビリティ高等研究所客員教授の竹本和彦様にご紹介をお願いいただくことにしております。パネルの後、提談を予定しております。基調講演いただきます水鳥特別代表、内閣府防災担当大臣、国土強靭化担当大臣の竹田亮太大臣、そして小泉進次郎環境大臣による提談でございます。竹田大臣と小泉大臣は、本日気候危機時代の気候変動かける防災戦略と題した共同メッセージを公表しております。このメッセージは、本年2月から両大臣、そして有識者の方々が気候変動の影響をもとに、その影響を念頭に抜本的な防災・減災対策、この方向性はいかにあるべきかという議論をしていただき、その結果をもとに構成しております。本日の提談では、この共同メッセージに込めた思い、そして今後日本として何をすべきか、
新型コロナウイルスからの復興も意識しながら議論していただく予定です。環境省といたしましても、現在我々は気候危機の真ん中にいるという認識のもとに、このシンポジウムでいただいた議論を気候変動×防災、そして SDGs のシナジーの強化のための国内外での取り組みにつなげていきたいというふうに考えております。本日は忌憚ない意見交換をお願いして開催の挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、水鳥真美国連事務総長特別代表防災担当兼国連防災機関 UNDRR ヘッドより気候変動緊急事態下の防災世界の動向と題した基調講演をいただきます。それでは水鳥特別代表、よろしくお願いいたします。はい、皆様ジュネーブよりおはようございます。環境省様、内閣府様、そして、我が国連防災機関が共催する本日の公開シンポジウムにおいて基調講演させていただく機会に大変感謝しております。コロナ禍により世界は前例のない厳しい状況に直面しています。そして、苦肉の策として我々みんな始めたこのオンラインによる会議の実施発信ではありますが、その結果としてジュネーブにいながらにして本日は多くの日本国内の皆様、さらには日本の外からご参加いただいている方々にも広くメッセージを発信する機会となりました。さて、そのコロナ禍ですが、日本では緊急事態が解除され、ここジュネーブでも生活が徐々にいわゆる新状態に移行しています。しかしながら、米州、南アジアをはじめ世界各地では依然としてコロナウイルスは猛威を振るっています。そして日本、欧州も含め、今後の経済、社会に与える影響が大変懸念されています。そういう厳しい状況の中ではありますが、我々はもう一つの緊急事態下にあることを忘れてはならない。それは気候変動緊急事態、Climate Emergency です。これもまた世界的な現象で、日本でも近年、台風、豪雨により多くの尊い人命が失われ、甚大な経済的損失が発生しています。このような状況を踏まえると、今や気候変動リスクを勘案しない防災・減災対策は無効であると言っても過言ではありません。世界的に見て自然災害の大半が異常気象に関連するとの厳然たる事実が存在します。過去20年間の世界における大災害の 90% は気候変動に関連しています。そして気候変動災害からのリスクを軽減することができず、被害発生を食い止められなければ、国連加盟国が一致して2030年までに達成しようとしているいわゆる持続可能な開発目標 SDGs の実現は不可能です。 SDG1 貧困の撲滅、毎年世界中で2600万人が災害により貧困層に陥っているとの現実があります。 SDG8 経済成長、災害による経済的損失は毎年5200億ドルに上っています。いずれも世界銀行の統計です。この結果、2015年に日本を含む国連加盟国が採択した気候変動対策としてのパリ協定、防災災害リスク軽減策としての仙台防災枠組み、そして持続可能な開発目標のためのアジェンダ2030、これらを一体のものとして達成しなければならないという認識は、国際条理では確固たる方向性となっています。気候変動対策において温室効果ガスを削減する緩和なくしては、人類は気候変動によってもたらされる危機的状況を乗り越えることはできません。もし乗り越えることができなければ、コロナ禍が霞んでしまうほどの大きな経済的社会的困難に我々は直面するでしょう。残念ながら世界的に緩和策の進捗速度は未だこの危機を回避するに十分ではありません。この結果、気候変動への適応策に対する注目度は近年増しています。つまり、緩和を進めている間にも、気候変動の影響が顕在化している以上、当面の適応策の重要性が増大しているということです。昨年9月にグテーレス国連事務総長が招集した気候行動サミットにおいても、適応策の推進は大いに強調されました。
また途上国の適応策支援のために世界銀行、緑の気候基金、これらも支援額を増大させています。そして実は気候変動への適応策と災害リスク軽減策の間には多くの共通した目的があります。したがってこの2つの政策、適応策と災害リスク軽減策に関する立法、計画、実施において統合性、シナジーを確保するべきという要請は高まっています。ただ現実はちょっと違います。多くの国で適応策は環境を担う省庁、災害リスク軽減策は災害対応をする省庁が責任を持っています。この結果として立法、計画、実施、予算の配分などにおいて必ずしも統合がない、むしろ縦割り行政があるというのは世界の残念ながら趨勢です。しかしこれでは気候変動に対応できない、こういう考え方が日本においても非常に強まっている。それが本日のシンポジウム開催、そして小泉、武田両大臣の共同メッセージの発出につながっていると理解しています。また世界においては統合に成功している事例もいくつかあります。例えば南太平洋東洋国、これらの国は地理的な状況から気候変動関連災害リスクにさらされているとともに、人的財政的資源が乏しく行政能力が限られています。こういったダブルパンチの状況を克服するため、苦肉の策として気候変動対策と防災対策を統合して一つの省庁が担い開発目標達成を目指している、こういう状況が2009年トンガで始まり、2017年以降は域内全体の基本的な方針となっています。また英国においては最も深刻な自然災害は洪水とみなされています。その英国では気候変動適応策と防災対策を統合的に実施するために法律が作られています。法律の要点は、対策においてどの主体が中央において、また地方において何をすべきかという役割と責務を明確化し、その上で透水性の高い舗装、緑化された屋上などの自然を基盤とした持続的な排水方法を選択肢として提示しています。またノルウェーの地方開発計画においては、海面上昇、高潮被害の統合に関する規制があります。ノルウェーでは既存の構造物、新規に造成される構造物の両方について、沿岸域の都市においては将来の海面上昇、高潮被害によるリスクの評価、住民生活への影響を計測することが義務となっています。その上で既存の施設についてはこの計測結果を防災対策に反映させる、また新規の建造物については当該土地が開発目的に適しているかを判断する上での要因として勘案することが義務となっています。最後の例ですが、我々国連防災機関と気候変動枠組み条約組織、そして国連開発計画は今後2年間をかけて脆弱な40の開発途上途上国、最貧国を対象として、いかにして統治の中で気候変動適応策と災害リスク軽減策をうまく一緒に進めていけるか、このノウハウを支援国に伝授するためのプロジェクトを実施することとなっています。気候変動は世界に未曾有の影響を与える事態ですが、コロナ禍ほどの切迫感を持って対応できてないのが現状です。これはパンデミックの即時の影響と比較して、気候変動の影響が徐々にじわじわと時間をかけて現れてくる、こういったことが一つの要因として考えられます。しかし気候変動は現実のものです。異常気象現象は頻度と強度の双方を増しています。切迫感を持って今対応し準備を進めなければ、我々の生活があらゆる側面から立ち行かなくなることは COVID-19 により世界中が思い知らされました。気候変動対策、防災対策、持続可能開発目標を三位一体として実現する、これが日本においても大きな機運となって盛り上がることが非常に期待されています。国際社会からの日本への期待も非常に大きく、この点については後ほど両大臣とのお話の中で
紹介させていただきます。また本日このシンポジウムに多数の専門家の皆様が参加され、これからパネルの討議が行われる、ここにおける多くの事例についても学ばせていただくことを楽しみにしております。ご清聴ありがとうございました。水鳥特別代表ありがとうございました。続きましてパネルディスカッション、3つのグローバルアジェンダ、パリ協定、仙台防災枠組み、SDGs のシナジー強化のための国際社会での取り組みの課題、方向性や日本の役割についてを行います。本セッションには国内外からさまざまなバックグラウンドのパネリストの皆様をお迎えしています。この国際色豊かなパネルを取りまとめてくださるのは、竹本和彦国連大学サスティナビリティ高等研究所客員教授、東京大学未来ビジョン研究センター特任教授です。なお、本日のパネリストの皆様には、事前にそれぞれの事例紹介のスライドをご準備いただきました。スライドはウェブサイトに掲載しております。ぜひ合わせてご覧ください。それではここからの進行を竹本様にお願いしたいと思います。竹本様、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ただいまご紹介をいただきました国連大学の客員教授を務めております竹本でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。これからのパネルディスカッションですが、まず最初に登壇者のご紹介を私の方から簡単に申し上げたいと思います。まず最初に気候変動枠組み条約事務局のユスフ・ナセフさんであります。それからキリバス共和国大統領府のムエンウェニ・ケヤキさんでございます。それから京都大学防災研究所の中北教授でございます。そして JICA の天野理事、そして E3G からはケイト・レイビックさんのご参加をいただいております。そして環境省からは先ほど冒頭ご挨拶ありました瀬川審議官、そして内閣府の方からは村手審議官の都合7名の登壇者の参加を得て進行してまいりたいと思います。先ほど国連防災機関国連事務総長特別代表の水鳥さんの方から基調講演をいただきました。3つのグローバルアジェンダ、気候変動、そして仙台枠組み、また SDGs、 この3つのシナジーに関する国際的な議論についてご紹介、またさらには具体的な事例のご紹介もいただきました。そして国連機関としてこの課題にしっかりと取り組んでいく、そういう決意のご表明もございました。本日のパネルディスカッションはこの基調講演を一つ議論のベースとしながら意見交換を進めてまいりたいと思います。そこで議論につきましては2つの設問をあらかじめ設定をすることにいたしました。まず最初設問の A でありますけれども、気候変動により激甚化する気象災害に備えるためにはどのようなアプローチが有効であろうか、これが最初の設問であります。そして2つ目は、世界が3つのグローバルアジェンダ、具体的には気候変動に係るパリ協定、そして防災に係る仙台枠組み、そして SDGs、こういった3つのグローバルアジェンダのシナジーを享受するため、日本ができること、また日本が貢献する分野、これはどのようなものがあるか、こういう点について意見交換を進めてまいりたいと思います。それでは早速でありますけれども、まず第一の設問、気候変動による激甚化する気象災害に備えるために、どのようなアプローチが有効であろうかという点につきまして、登壇者の皆さんからコメント、意見をお伺いしたいと思います。まず最初に気候変動枠組み条約事務局のナセフさん、
からお願いしたいと思います。 Mr. Nassef, you have... ナセフ様お願いいたします。ご紹介ありがとうございます。また主催者に御礼申し上げます。今回私の方からも発言の機会をいただきましてお礼申し上げます。プレゼンテーションに関しましてすでにウェブ上に掲載されておりますので、それをこの短い時間の間で共有することはいたしません。後でぜひご覧いただきたいと思います。この時間ではできるだけそのディスカッションのためのドアを開きたいというふうに思っております。先ほどご紹介ありましたように UNFCC で2つの仕事をしております。一つは適用関係の作業について監督をしているということ、もう一つは政府間支援共同部という部門がありまして、そこでのディレクター代理をしております。これは UNFCC におけます交渉プロセスに関するものです。またこのチームはグローバルストックテイク、そしてグローバルゴール、その2度か 1.5 度かというような目標についての作業もしております。そういうことでかなり広範なものをカバーしているわけなんですけれども、興味深いのはいかにそのとこに共通性があるか、例えばこのコロナウイルスの現在の状況と、そして我々どのようなトピックを扱おうともテクノロジーが重要になってきます。そして危機とか、またこのコロナウイルスの危機から教訓があるので、それを適用することができると思います。つまり今の状況というのは学びのプロセスだというふうにも思います。気候変動とはまた別に学びのチャンスだというふうに思います。まず冒頭に、なぜこの今の私たちのこの経験、コロナウイルスの経験がなぜメッセージを提供する上で有益かという話をしたいと思います。また私たちがどのようなメッセージを出したいかということなんですけれども、最大のメッセージ、そしてその教訓といたしましては、今回のコロナ危機でそれで分かったことは、やはり共同国際協力のやはりその重要性、そして連帯です。2番目に重要なのは初動体制が非常に重要であるということ、できるだけ早く行動をするということが重要。これはこの防災でも、また気候変動でも同じことが言えるというふうに思うわけです。もちろん予防対その対応ということで比べることもできると思います。ミストルさんが先ほどそのサイロ的に縦割りではやってはならないということです。これは国内だけではなく国際的にも縦割りはダメだと思います。防災というのはこの UNDRR もこの UNFCC も非常に近い関係にある組織だというふうに思います。例えば計画プロセスを見ていましても、防災にも関係するし、また気候変動適用にも関連する部分がたくさんあります。しかしそれだけではなくて、完全に統合する、このアジェンダでもちろん SDG も含めてこの3つのアジェンダを統合するということが重要なので、まだまだ作業は国際レベルで残っているというふうに思います。それではちょっと先に進めまして、このプレゼンテーションウェブ上にありますけれども、それにのっとってですけれども、気候変動に対応する上で2つの異なるフェーズがあると思います。クライメートアクションについて、パリ協定が採択されたのは、その時の文脈というのは、その締約国 COP ですけれども、そこが最高の気候変動の意思決定機会なんですけれども、そこでかなり長い時間をかけて交渉しました。2020年の段階でファイナンスの問題とか、あるいは新しい NDC を出したり、あるいはそれを改定するという段階にあるわけですけれども、またグローバルストックテイクも最初初めてやるということです。これはまあ成績表のようなものです。国際社会がどのぐらいうまく前に進んでいるか、その気候の目標に向かっているかということです。ナセファン、ちょっとラップアップしてください。まとめてください。時間がなくなっちゃいました。はい。ということで、ここでの教訓を再び申し上げたいと思います。この設問に関しまして。もう長期的な計画を作ったにもかかわらず、気候行動については。でも、IPCC の方から、2018年にその
もう時間がないということが分かったわけです。つまり 1.5 度に関しましては、まず最初に気候行動で協力しなければならない。パリ協定のタイムラインがあるけれども、もっとそれを加速化する必要があるということです。従いまして経験もあるし、それは科学あるいはそのインパクトの観察とか評価という影響評価とかいうことがありました。そういった経験もあるし、共同の経験もある。またコロナウイルスの経験、そしてまた予防とか、その早期の対応とかっていう経験も持っているわけです。ありがとうございました。ナスヨス様、ありがとうございました。それでは次、ムウェン・ウェニ・ケヤキ様にお願いしたいと思います。ではムウェン・ウェニ・ケヤキ様、お願いいたします。どうぞ。皆さん聞こえますでしょうか。はい、どうぞ。聞こえております。ありがとうございます。では早速ご質問にお答え、質問にお答えしたいと思います。まずキリバスの場合、またその他の、その開発国、途上国、そしてその所得国に関して、やはりその気候変動に関わるインパクトが非常に大きいわかったわけです。そこでいろんなケースについて の、その意見の交換、知識の交換、そしてその政策の共有を行っております。でお互いに学んだ教訓を共有するということを行っております。そしてすでに他のパネリストがおっしゃった通りでございまして、私どもはその JNAP というものを行っております。これは気候変動、そして DRR に関わる取り組みということになります。でもちろん改善の余地はまだまだあると思っています。常にまたこの JNAP ですけれども、これによって SDG の実現に大いに貢献すると期待しております。とはいうものの、まだ改善を図りたいと考えているんです。さてもう一点申し上げますと、知識そして経験の共有についてさらにお話をしたいと思います。まさにこの点に関して JNAP があるのではないかと思っています。そしてさまざまな国際的なパートナー、そして地域パートナーのご協力を得て行っている取り組みであるわけです。そしていろんなご支援をいただいて、例えばキリバスやその他の6カ国の島しょ国ですけれども、その災害、気候変動による災害がどんどん波及しているわけなんです。そして気候変動関連の災害が今や実に全災害のだいたい5割から6割を占めているという状況にあります。したがってこの2つの現象をうまく統合するということ、これが再生の方法ではないかと考えているわけなんです。そうすることでリスクを最小限に抑えるということ、そして適用策にかかるファイナンス、マスターリスク削減のファイナンスの調達もできるのではないかと期待しているところです。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、京都大学防災研究所の中北先生の方からご発言をお願いをいたします。中北教授、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。まずこういう貴重な場にパネリストとして参加させていただきまして、主催者の皆様には御礼申し上げたいと思います。私の方からは主に適応ですね、気候変動に対する適応の方を面をベースに少しお話をさせていただきたいと思います。で一言で言いますと、先ほどからの基調講演、並びにナセフさんもお話になられてましたけれども、適応そのものも今すぐ始めないといけないと、もう後悔しないためには今すぐ始めないといけないということを強調したいと思います。日本でもですね、もうこう何年も何年もですけれども、シビアな災害が続いてきていると。で、国民の皆さん自身がですね、こういうふうにより、頻度高く、さらによりシビアに、それから今まで起きてなかったところでも豪雨災害起きるようになってきている中でですね、温暖化の影響で出してるんじゃないかと思われる方が多くなってきています。で、その中で、
これからの適用に向けて大事なことは、まあ、科学的な、まあ、気候変動の予測ですね、極端な気象、それから極端な、まあ、洪水等のハザードですね、それからあのリスクはこれからどうなるかということを、まあ、気候モデルをベースに科学的に予測していって、でそれをベースに、まあ、適用計画を、まあ、今すぐ始めて、立て出してで今すぐ実行に移すとということが非常に大事になってきています。すでに起こっている災害に関してもですね、科学的にも気候変動の影響がなければ起こらない現象であったりとかですね、あるいは気候変動の影響がどれぐらいあるかというのも、まあ明らかにされてきています。でまあ、基本的にその中でですね、治水の関連の省庁ですけれども、まあ、例えば国土交通省とかはですね、計画をこれから気候変動に合わせて、見直しながら適用についての、まあ、議論をかなり活発化されてて、まあ、もう今まとめられる寸前まで、来ておられるということで、まあ、まさしく、今スタートを切ろうとしているところまで、今来ています。でそれは他の省庁さんも一緒だと思います。で私たち、科学ベースの、まあ、防災の研究者ですけれども、省庁さんといろんな省庁さんと一緒にですね、まあ、いろんな知見、予測の知見も共有しながらですね、これからどうあるべきかという議論をすでに始めています。はい、でとにかくですね、ちょっと時間がございませんので、あ、長いですね。だから一言言いたいことを言いますと、はい、適用にかかる時間に比べて気候変動の進行は早いですということを最後にちょっとお伝えして終わりたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、 JICA の天野理事の方からご発言をお願いしたいと思います。天野理事、よろしくお願いいたします。 Thank you for... ありがとうございます。ご招待いただきまして、そして発言の機会いただきましてありがとうございます。先ほどの説問についてですけれども、気象災害というのが今後激甚化するわけですけれども、仙台防災枠組みというのは、この災害リスクを削減するのには非常に重要なものだというのも言います。 DRR のこの活動を、仙台枠組みに基づいて、気候変動とともに対応する必要があると思います。日本の歴史におきましてはいろいろな種類の災害に対応してきました。その洪水とか、あるいは津波、地震、火山の噴火とかありました。一方、日本の政府におきましてはある一定の予算をこの防災にもこの70年にわたって割いてきたわけです。その結果、日本はかなりこの災害リスクを下げることができました。例えば洪水災害による死者数を大幅に減少しました。したがって JICA はもう完全に仙台枠組みをサポートしております。その枠組みにおいては、その一義的な国家の責任が言われております。つまり、その事前災害投資が必要であるという、それは国の一義的な責任であるというふうに言っております。特に私が強調したいのは、この仙台枠組みの4つの優先行動がありますが、そのうちの1、災害リスクの理解が非常に重要だというふうに強調したいと思います。つまり、気象災害が激甚化しているわけですので、で従って、この防災の活動をするときにはまずこれをベースに置くべきだと思います。 JICA はすべてのステークホルダー、住民とか学者とか政府の人たちと、その防災リスクで気象関連の評価を一緒にやっております。気候変動に関しましては JICA は引き続きあらゆる防災プロジェクトをサポートしております。例えば JICA は、この、中心的な国家機関を、その気象防災を進めていく上で国々で作るべき の支援をしております。天野理事、ありがとうございました。感謝いたします。それでは次に K テレビック様お願いいたします。 E3 G レビック様、どうぞお願いいたします。皆さん、こんにちは。私も主催者に心からご招待いただくことについて御礼申し上げます。参加の機会を与えていただいてありがとうと思っております。さて、私が K
気候変動リスクに関して非常に重要な点があると思っております。この3つのアジェンダに関わるそのシナジーのために重要な1つの要素がファイナンスだと思います。 DR、 そして気候変動に対する強靭性はちゃんとその財務的な意思決定に反映する必要があります。そうでないと強靭な社会はできません。そしてビルドバックベターはより良い復興はできないと考えているわけです。でよろしければまず欧州における方針についてお話をしたいと思います。2018年 EC はサステナブルファイナンスアクションプランというものを導入いたしました。ゴールの一つとしてはまず資金の流れを持続可能な投資に回すということです。そうすることで持続可能なインクルーシブな成長を果たそうということです。2つ目なんですけれども気候変動に関わるまた環境劣化そして社会に関わるその財務的なリスクを最小限に抑えるということ、また透明性そして長期的なものを持って経済活動をもたらそうとするものです。これらの目標は大変重要な目標でした。しかしながらこのプランにおける個別の行動はその気候変動に関わらずハードなリスクそして強靭性に目を向けることができなかった。そこで E3G と UNDRR ある報告書を発表いたしました。11の活動を次の欧州のサブリナファイナンスの改革に向けて次の段階に関わるプログラムを導入したわけなんです。そうすることで強靭性を図るということです。多くの提言ですけれどもまずはデータを出すということ、意思決定の上に必要なデータを提供するということ、また財務的な検討する上の枠組みをどうするかということを多く取り上げております。例えば提供政策のアベラビリティがどの程度その当該国にあるのかということは重要です。そうでないと適切な投資の決定ができません。そしてしっかりとしたインフラ整備につながらないということです。それ以降今や2020年になったわけで今経済的なそのコロナ禍による経済的なそして財務的なダメージが非常に大きかった。そして EU の方ではその経済復興を狙っているわけです。で、ヨーロピアンフリーディールというものを考えています。また、そのファイナンス、そしてリスクに対する強靭性の高い社会のニーズも高まっているわけです。そこでヨーロッパは新たなファイナンス戦略を2020年末に導入しようということで準備が進んでおります。ぜひ日本はその他の先進国欧州と連携して、そのファイナンスに気候変動リスクというものを十分反映させることができればと期待しております。ありがとうございます。デビック様ありがとうございました。示唆いただいて感謝いたします。まず第一の設問 A に対する皆さんからのご見解を受けたまわりました。全体をまとめるというのはまた最後に行いますけれども、特に脆弱性の高い地域への防災技術協力するにあたりまして科学的な知見の提供、また事業化に向けた資金調達、こういった点についてさまざまな意見を頂戴をいたしました。それでは引き続き次の設問第2ラウンドに参りたいと思います。2つ目の設問、世界が3つのグローバルアジェンダのシナジーを享受するため日本ができること、またどのように貢献をしていくか、これについて議論を深めたいと思います。まずは日本の登壇者の皆さんから順にご発言をお願いしたいと思います。それではまず最初に京都大学の中北先生、またお願いをいたします。中北先生、はい、よろしく。はい、ありがとうございます。先ほど申し上げましたように科学的な将来予測が非常に大事だということを考えますと、日本ではですね、気象の研究者とそれから防災の研究者ですねが共同した、して将来の、災害のもとになるハザードの予測というのをずっとやってきているということからすると、そういうのは日本の貢献として、非常に大事なものになると思います。同時に今申し上げましたように気候の研究者それから防災の研究者と共同してまいってますけれども、それと同じようにこれまで長い間ですね実務の省庁さんとも一緒にやってきているというこの3つのことをタイアップしてですね研究で得られている新しい知見知をですね実践の方に社会実装の方に生かしていくというのが非常に大事になるというふうに思いますし日本の貢献として大事なところだと思っています。で加えて日本の貢献としてはやはり自然の中で揉まれてきた歴史がありますので、先人の知恵としてですね改めて、非常にシビアな自然の中で、どう生きていくかと自然の懐に包まれながらも、大きな、
まあ、大きな、まあ、損害なくしてですね、ずっと生きてきているこの知恵をですね、もう一度日本そのものを見直しながら行く必要もありますし、それをさらに世界に、まあ発信していくということも非常に大事な役割じゃないかというふうに考えています。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、 JICA 天野理事、再びお願いいたします。イエス、ありがとうございます。この3つのグローバルアジェンダに関して特に強調したいのは人間の安全保障です。ご存知のように人間の安全保障というのは世界で尊厳を持って全員が生きることができる、そして恐怖や不足なくして生きることができるということですけれども、それは人々のエンパワーメントにつながります。日本政府は人間の安全保障をその基本政策として導入しております。その ODA を展開するときに ODA 憲章で2003年以降それを採択しておりますので、 JICA としてはこの脆弱の人々に対してサポートを提供したい。多くの途上国においては十分な準備ができておりません。今日の災害に対してさえも貧しい人たちは非常に人口の密集した都市部に住んでいるわけですが、こういった地域というのは気象災害によるリスクが高いわけです。そこで JICA といたしましては、防災の投資を都市部において進めておりまして、気候変動の影響を予測しながら、そしてこの都市インフラの強靭性を高めようとしております。で、その事前投資を防災について進めていくために JICA は多くの国々を支援してきまして、彼らのその国地方の DRR 計画を作るためのサポートをしてきました。これは NAP ともその足並みを揃えてなければならないわけです。そうしなければその不賢明な投資につながってしまいます。この災害のリスクというのはそういうことをしなければ気候変動によってさらに高まるし、また長期的な影響を及ぼしてしまいます。したがって重要なのはこの防災対策というのが適切にきちんと復旧復興にも結びつかなければならないということで、これはつまり気候変動の影響にも対応できるものです。したがって JICA はより良い復興ということを途上国でサポートしてきました。フィリピンやネパールやインドネシアで支援をしてきまして、これはそれぞれのメガ災害があった後に支援を強化してきました。天野様、ありがとうございました。日本政府の方からお二人の審議官、登壇をいただきました。まず最初に環境省の瀬川審議官の方からご発言をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。気候変動、災害対応、そして SDGs、 これら その3つのグローバルアジェンダはいずれも環境省の主要施策というふうに思っております。その上で私どもが果たすべき役割というのは、先ほど中北先生からも実装、社会実装という話ありましたけれども、グローバルアジェンダを実際に遂行していくために具体的な行動、気候変動でしたら温室効果ガスの排出削減、そういった行動を実際に実施すること、プロジェクトを実施し社会実装していくこと、そしてこうした実態的な内容を、国内外に発信共有していくこと、これが私どもの役割だというふうに思っております。少し具体的に気候変動とそれから防災で連関する事例をご紹介申し上げます。まずパリ協定気候変動でございますけれども、具体的な温室効果ガスの排出削減として私ども再エネの主力化、分散型への移行を進めております。これは災害時にも有効だということが近年、実証されております。例えば昨年の台風におきましては千葉県などで広範囲に停電がございました。しかしながらこの地域で再エネを持っている地区には電力が供給されており、防災拠点としての役割も果たしております。また仙台枠組みでも議論されました生態系を活用した防災減災、エコ DRR と言われますけれども、これらは自然保護の観点からも取り組んでおります。北海道の釧路湿原、ここは保水機能を持っておりますので下流の流域 その調整ができる、こうした面で災害リスクの低減に貢献する可能性を有しております。私ども環境省では防災を含むさまざまな分野での気候変動適応という観点で5年ごとに報告書をまとめており、今年ちょうどその報告書を公表すべく準備を進めております。
国際協力につきましても環境省昨年アジア太平洋適応情報プラットフォームを立ち上げ、各国の人材育成情報発信などに協力を進めております。最後に SDGs でございます。 SDGs のゴールに含まれます気候変動と防災、本日すでに天野理事それから中北先生からも具体策日本あるいは JICA さんですでに実施されていることのご紹介ございました。現在の SDGs は2030年を目標年度としておりますけれども、日本あるいは JICA さんが進める実施実装内容はさらにその先具体的に連関して実施していけるということを発信する、いわばポスト SDGs につながっていくものと考えております。私からは以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして内閣府の村手審議官、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。内閣府の審議官をしております防災担当の村手と申します。どうぞよろしくお願いいたします。昨年9月の台風ファクサイ、先ほどもお話ありましたが暴風により長期間の停電が発生しました。また10月の台風ハキビスでは広範囲な豪雨により90名を超える命が失われております。風水害における死者行方不明者の数というのはここ2年連続で3桁以上という被害を出しておりまして、我が国においても災害の激甚化頻発化に直面をしているのを感じるわけであります。このような災害に対処するために我が国では2018年度から2020年度までの3カ年で7兆円の事業規模の防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策を閣議決定いたしまして、ハードソフトの対策を講じているところでございます。我が国は長い歴史の中で、中北先生もございましたけれども、豪雨や台風のみならず、さまざまな災害を経験してまいりました。そして、それを乗り越えて、ハード、ソフト両面の優れた技術やノウハウを蓄積してまいりました。このような防災技術を生かして、世界における防災・減災の発展にも貢献したいと考えてございます。昨年官民が連携いたしまして JIPAD、JIPAD という組織を立ち上げました。製造、建設、調査、通信など幅広い分野の約190の企業や団体で構成され、官民防災セミナーを通じて我が国の防災に関する技術やノウハウを各国に発信してございます。こうした取り組みにも気候変動の要素を取り入れて各国の防災能力向上に寄与してまいりたいと考えております。こうした取り組みというのは災害リスクの理解、防災ガバナンスの強化、防災投資の促進、応急対応の強化、より良い復興といった仙台防災枠組みの優先行動にも応えるものと考えてございます。さらに我が国ではアジア防災会議などを継続的に開催して防災に関する国際的な議論をリードもしてございます。アジア防災会議の運用を担うアジア防災センターと先ほど瀬川審議官より紹介ありました AP プラットとの連携による取り組みを進めるなど、気候変動と防災の相乗効果をもたらす施策を推進してまいりたいと考えてございます。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それではこれから海外の登壇者3名の方から順次これまでのご発言に対するコメントなど受けたまりたいと思います。まず最初に気候変動枠組み条約事務局のナセフさんからお願いします。ミスターナセフ、 You have the floor。ナセフさん、お願いします。ありがとうございます。今度は短くしたいと思います。今聞いたこと、そしてすでに知っていることから言うと、日本は本当に素晴らしく進展している。そしてたくさんの経験を蓄積されております。この災害からの復旧復興ということについて、その包括的な形で進めていらっしゃると思います。一つ私が、その享受できることがあるとするならば、日本の経験から、それはこういった経験を共有してもらうということです。そのより良い復興ということを私たちよく言いますけれども、それはその将来はもう変わってしまった新状態というのはもう違うわけです。でそういうことでもう前向きにその復興をしていく、つまり原型をもう取り戻すというよりは将来に向けて進むということが使う、つまりその復旧復活って言ってもそれは原型を復旧するのではなくて、将来の異なる将来に向けて進んでいかなければならないわけです。こういったプロセスを
通じまして3つの異なる分野があると思います。特に日本が貢献できる分野、有益な分野、これは NAP についてです。日本の経験に基づいて、そしてその支援ということで NAP 策定の支援もしてほしいと思います。で、これはどのようにしてこの NAP のプロセスとこの防災をその連携を取っていくかというところの視点、支援ができるというのも思います。あとはその損失と被害に関します。そのワルシャワプロセス、国際メカニズムありますけれども、そこでの貢献もしてもらえるというふうに思います。また加えて UNFCC におきましては非常にたくさんの知見があります。またワークプラグラムもあるわけですの で、ぜひ私たちの経験も日本の経験を我々を通じても復旧復興についても共有したいと思いますし、また政策的にこの3つのアジェンダを統合するという、これをその未来志向型でやっていくということであります。つまり状況が将来は全然違うわけですので、したがって日本の経験共有というのが重要であるし、また日本からのサポートが重要だと思います。それによってこのような縦割りをの壁をぶち破ることができるんじゃないかと思います。コメントありがとうございました。それでは次にムエン・ウェニ・ケヤキ様お願いいたします。キリバスのムエン・ウェニ・ケヤキ様、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。またキリバスから発言させていただきます。さて、この質問に関してですけれども、日本がどうやったら貢献できるかということに関してなんですけれども、特に私の方から付け加えることは他にないと思うんです。で、ただただキリバスとして他の小島諸国として日本の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。今までの日本の貢献に対して御礼を申し上げたい。まずその知識、そして経験共有のためのプラットフォームを出していただいたということ、アジアにおいてこのネットを作ってくださったということ、これは素晴らしいと思います。この AP プラットという形でこれに参加する国々はまさに科学的な知見、データを得ることができるわけですね。最もその最先端のデータを得ることができる。また DRR に係る日本のケーススタディについてもこのエピプラットから学ぶことができる。またその強靭にか、その強靭性を強化するためのプログラムもあると理解しております。なのでぜひさまざまな具体的な事例からぜひ学んでいきたいと思っております。で、必要では私どものその島しょ国に合わせた文脈に適用していきたいと思っております。さて、キリバスはまだこの AB プラットの正式なメンバーではありません。なのでぜひさらなるご協力を賜ればありがたいと思っております。ぜひどういったニーズがあるのか、ぜひ助言をいただきたい。このプラットフォームに参加するためのご助言いただければありがたいと思っております。大変重要なプラットフォームでありますので、またキリバスにおいては JICA の方々からもご協力いただいております。毎年さまざまなそのプログラムのご協力いただいています。で、例えばそのマングローブに係る調査を毎年行っていただけると、また気候変動に対するその気候変動の提供策にといていかに貢献できるかというその調査なんですけれども、このマングローブが、そしてこれがその災害リスク軽減に貢献しております。またその CSR に関してもその炭素を回収にあたっても非常に貢献していただいております。以上です。コメント感謝いたします。それではケイト・レベックさんにお願いいたしましょう。ケイトさん、どうぞ。はい、ありがとうございます。スピーカーの皆様、大変有益なコメントいただいて感謝いたします。明らかに日本はまさに国際的にリーダーシップを発揮しておられます。この DR に関してもそうでありますし、また国際的な経済復興にあたっても、そのコロナ禍のその経済復興にあたっても本当に貢献しておられます。そのリーダーシップの一環として日本はぜひ特定のコメントアクションを取っていただきたい。そうすることでその強靭性というものをその財務的なルールにぜひ統合してほしい。パリ、仙台、そして STC、 この三位一体に貢献する取り組みになると思っております。で、日本が取り組む国際的な活動としては
その企業、そして金融機関がその気候変動リスクを開示するように促すということではないでしょうか。そのファイナンシャルディスクロージャーが必要であるということです。日本はすでにこれをその要件として進めておられます。ぜひ日本には、イギリスとぜひ連携していただきたい、イギリスの方でもこれをそのイギリスのCOP26 の議長国としての重要な要件にしたいと考えているようです。さて、もう一つ、日本がリーダーシップを発揮することができるものとしては、ぜひしっかりとした価格ベースのアプローチを ESG 投資にとっていただきたいということなんです。特にさまざまなその投資、金融の流れを持続可能な投資に誘導することができれば、パリ協定、そして仙台枠組み、そして SDG のサミット一体実現に貢献することができます。この分野でも日本は大きなリーダーシップを取ることができると思っております。第2ラウンド設問 B に対する意見交換、非常にダイナミックにしていただきましてありがとうございます。まとめといたしましては、まず第一にエコ DRR というお話がございました。また科学技術といった側面、このような日本の知見また技術、これを国際社会に使いやすい形で提供するということが非常に大事であるという点が共有されたと思います。そして2点目でありますけれども、日本の優れた気候変動に関する知見であるとか、また技術、この技術協力をすることによりまして SDGs の達成に向けて大いに貢献をしていく、そういう方向性があるのではないかと。本日ご参加いただいた日本政府の高官のお二人、環境省、内閣府、それぞれのお立場からも見解が表明された通り、両省府は協力をして、また JICA とも協力をしていきながら、また日本の学術界ともですね、協力をして、そして官民の資金をさらに活用していく、こういった方向が共有されたのではないかと思います。とりわけ小島しょ国ですね、そして最貧国、こういった国々に対する協力、また能力開発も大変重要であるという点が共有されたのではないかと思います。そういうことを通じまして、今後一層のですね、国際協力に貢献をしていくということかと思います。そして最後にですね、今後ともこういう議論というのを、今回第出発点といたしまして、引き続きですね、政府の関係者、そしてステークホルダーの皆さん一緒になって検討していくということが重要ではないかとつくづく感じました。そして3つのグローバルアジェンダ、パリ協定、気候変動に関するパリ協定、そして仙台枠組み、また SDGs、こういった観点のシナジーの実現に向けて、今後関係者間の協力を一層進めていくということを願いまして、本日のパネルディスカッション、ちょうど時間となりました。これにて終わりたいと思います。登壇者の皆さん、ありがとうございました。これにてパネルディスカッション終わります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you very much. Thank you very much. ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上をもちまして、パネルディスカッションを終了いたします。これから提談の準備をいたしますので、少しお待ちください。提談は6時からの開始を予定してございます。最初ね。
最初やばかったんですけど。ああ、そうですか。はいはい。マスクはいいんですね。はい、片桐大臣、はい、いいですか。それではただいまより定談を開始いたします。登壇者は武田良太内閣府防災担当大臣、国土強靭化担当大臣、小泉進次郎環境大臣、水鳥真美国連事務総長特別代表防災担当兼国連防災機関 UNDRR ヘッドのお三方です。定談の進行は小泉大臣にお願いしております。それでは小泉大臣、よろしくお願いいたします。はい、今日はまず水鳥特別代表、そして武田大臣、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。水鳥さんの顔はどこで見えるのかな。あ、ようやく水鳥さん、お元気ですか。おかげさまで、ありがとうございます。ありがとうございます。今回武田大臣と私で共同メッセージを気候変動かける防災で出す、その過程の中では水鳥さんにも大変お世話になりました。特に我々勉強会も開催をして、水鳥さんには気候変動対策と防災、それと持続可能な開発目標 SDGs の達成と仙台枠組み、こういったパリ協定の達成も含めた三位一体の捉え方で防災対策を進めていく必要性など、今回の私と武田大臣の共同メッセージの一つのメッセージのポイントでもある、そういったところもご指摘をいただきました。今日今から定談限られた30分の時間ですが、武田大臣には共同メッセージに込めた思い、そういったところをお話をいただいて、私からも私なりのこの共同メッセージに込めた思い、これもお話をさせていただいた上で、水鳥さんには国際的な視点で見たときに、この共同メッセージに対する評価などお話をいただければと思います。まず武田大臣にこの共同メッセージ、この思いを触れていただく前にですね、少しだけ基本となるところだけ聴衆の皆さんにもお話しておきたいのは、今回この気候変動かける防災のシンポジウムを開催する数週間前に、今月6月我々環境省としては、政府としては初めてとなる気候変動はもはや気候危機であるという気候危機宣言を行いました。でこういったことの前提には、昨年の巨大台風の被害、そしてまた熱中症を取りまとめしている官庁として環境省はそんな役割もあるので、
熱中症の救急搬送者数がこの約20年間で急増している、そういったことも含めてですね、今やもう気候危機であると、こういったメッセージも発出をしました。そしてこの共同メッセージを作る中の勉強会では、今まで有識者の方々からご意見を伺って、あらゆる政策に気候変動の観点を組み込む、気候変動をかける防災というものが不可欠だということで、特に我々として思いがあるのは原型復旧から適応復興へという、そういったメッセージを今日公表させていただきました。後ほどそういった適応復興という言葉に込めた思いは私からお話をしますが、内閣府の防災担当大臣である武田大臣からは、まず武田大臣として強調されたいこのメッセージに込めた思いをお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうも今日はよろしくお願いします。武田です。以前からいろんなこうした会議の席で私の方から申し上げておるんですけれども、やはり最近異常なぐらい自然災害というものが多発化して激甚化してまいりました。でやはり我々は国民を挙げてですね、災害に対する認識というものを、捉え方というものを改めていかなくてはならない、これ日本にとって重要な今から政策の方向性ではないかなと思っているわけであります。でまあ、さまざまな防災対策っていうのはあるんでしょうけども、今我々が取ってる今までの経験を生かした防災対策っていうのは、やはり自然災害発災後の対応対処に、重点が置かれているんですけども、これは当然その復興を遂げる上で重要な初動体制から、どのような順序で、そうした被災地に出ていってどういった形での復興を目指すかっていうことは大事なことなんですけども、それと合わせてやはり根本を突き止めていかなくちゃならない、見つめ直していかなくちゃならない、なぜここまでその自然災害が激しくなっていったのかということに関しては、やはり各界からご指摘があるように地球温暖化という問題が切っても切れない根本であろうかと、このように思っております。だったらその防災という今までの対処のみならず、気候変動という地球規模の問題も合わせて、これは組み合わせて今からは自然災害から人類を守っていかなくちゃならないと、このように思っております。でやはりこのメッセージを発する上で、全ての皆様方にお伝えしたいのは、やはり人類今からもっと自然に対して地球に対して謙虚でなっていかなくてはならないということだろうと思います。まさに地球の中で自然の中で生かされているんだっていう、その自然に対する謙虚な気持ちをもう一回人類が持ち合わせることによって、こうした温暖化の解決に対する一助になっていくのではないかなということを強く思っているところであります。またそうした大きな目標というものを掲げながら、現実問題としてやはり全国各県各地域には、やはり今ここでゲリラ豪雨が降ったときに、果たしてこの、堤防は決壊から免れるかどうか、国民の生活というものを守れるかどうかといったら、本当に不安を抱えている地域というのはたくさんあるのも現実であります。で海沿い、そして山沿い、川沿い、それぞれの居住区によっていろんな対策というものは違ってくるんでしょうけども、やはり本当にこの国土の中で災害から国民の、生命やまた財産、また経済体制というものを守っていくだけのしっかりとしたインフラ整備がかなっているかといえば、果たしてそうではない部分というのがたくさんあるわけであります。で今回2018年からですね、2020年にかけて集中的に7兆円の予算を投じて国土強靭化事業というものを進めてまいりました。160項目にわたって治水電力、上下水道などいろんな項目でのこれチェックをやってきたわけでありますけれども、こうした今日までのいろんな経験というものをしっかりとフォローアップしながら、やはり強いしなやかな国土づくりに我々はしっかりと手を打っていく必要もあろうかと思っております。またこうした公助っていうか、政府ないしは自治体が災害に対する対応、これも重要、当然重要なんですけども、やはり国民の皆さん方一人お一人にご理解していただかなくちゃならないのは、まずは自分の尊い命というものは自分で守っていかなければならないと。で災害発生時に自分がの身を守るためには、どういう行動をいつ取らなきゃいけないかということをまずはご自身が考えていただく、そしてその上でご家族や
そしてご友人やご近所、そうした地域の皆さんと、さらにですね、その安全性というものを確保するために、協力し合って、声を掛け合って、まあ、共助になるんでしょうけども、しっかりと身を守っていく行動を取ってもらう、こうしたその一人一人の災害に対する自覚というのをもっと重要性を啓発していくことも、我々にとって今から重要なものではないかと、こういうふうに思っております。で、まあ、一番災害が来ないということが望ましいんですけども、こればかりは人類の力ではどうしようもならないことなんで、その災害をいなすと申しますか、かわす対策等々もですね、合わせて平素から取っていくことが重要だと思っております。また今回コロナウイルスでも我々は経験しましたけども、あまりにも東京にですね、人と物、そしていろんな施設、そして行政含めて集中しすぎてます。これは東京がやられてしまったら日本の能力というものがもうダウンしてしまうという、この恐れを我々は共有しているわけでありますから、人口をしっかりと分散する、機能を分散していくということも、やはりこうしたメッセージを通じて我々は啓発していきたいと、このように考えているところであります。まあ、みどりさんはじめ、小泉大臣、また、環境省の皆さん方といろいろと今日まで勉強させていただきましたけれども、これも一つの重要な経験、そしてまた今後の対策にしっかりと加えさせていただいて、我々も普段の見直しを今後ともやっていきたいと、このように考えております。そうした思いをこのメッセージに託して、今後とも励んでまいりたいと、このように考えています。以上です。ありがとうございます。武田大臣のこれからは、いなすということもね、災害、防災対策の中で取り入れていかなければいけないということと、今後の日本の全体像の在り方として、分散型の社会を目指していかなければいけないというのは、まさにこの省庁横断で内閣府の防災の担当の武田大臣、そして環境大臣の私としても全く同じ考えが、この防災の気候変動かける防災のメッセージの中に組み込まれているというのが、今の武田大臣の発信からもよく分かったと思います。今回私としてこの共同メッセージに込めた最大のポイントは、被災をした後に単純に元に戻すという原型復旧ではなくて、かといって単純にインフラを巨額の予算で強くするという、それだけでもない。今武田大臣がおっしゃったいなすという言葉に表れているように、その地域地域で古来から培われてきたさまざまな知恵を、生態系の活用から歴史の知恵も活用しながら生かしていくということを、今回私たちは新しい考え方として適応復興、そういった言葉を発信をしています。日本では歴史の中でいうと戦国時代は多くの方に大変人気があるところでもあります。いろんな地域を見れば、例えば武田信玄や加藤清正が行った治水の取り組みというのは、今でも我々が学ぶべきところが多くあります。今後まさにですね、こういった地域地域の歴史に根ざした災害に対して真正面から向き合うだけではなくて、いかにその台風や自然災害の力をいなして国民の生命、財産、そして文化を守っていけるのかというのが、この適応復興という言葉に込められた思いでもあります。これから例えばですね、危ない地域にはこれ以上住まないといった土地利用のコントロールなども含めて、気候変動の影響による被害をいかに防止、そして軽減させていくか、すべての政策に気候変動の考え方、この適応という考え方を組み入れていく適応復興、こういった言葉がこれからさらに共有されていくように、政府の中でも発信と取り組みを強めていきたいと思います。ここで水鳥さんにもぜひ今回のこの適応復興という考え方、そしてまた武田大臣の込められた分散型の社会へ向けてという思いも含めて、水鳥さんからもその評価や意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、武田大臣、小泉大臣、ありがとうございます。まずはこの度両大臣が共同メッセージを発出されたことについて、本当に心からおめでとうございますと申し上げたいと思います。省庁横断の取り組み、言うはやし、そんなに簡単なことではないというのは、みんなが知っております。しかし、一方でまさに国民の生活の
安全安心という、国が担わなければいけない最大限の責務において省庁横断のメッセージを発信されたことは本当に素晴らしいことだと思います。今両大臣からさまざまお話があった中で私が感じたことを簡単に申し上げたいと思います。まず小泉大臣が冒頭おっしゃった気候危機宣言、これは本当に今の状況を表していると思います。国連事務総長もクライメットイマージェンシー危機という言葉を何度も使っております。それは本当に我々はその危機に直面しているからであって決して人々の恐怖心を煽っているわけではありません。それはまさに我々一人一人が危機として受け止めるに受け止めなくてはいけない状況に来ているということだと思います。そしてそういう中で武田大臣が防災を担当されている大臣として今まで対応対処が中心であったが根本を見つめなければいけないとおっしゃったこと、もうこれもその通りでございまして、まあ、日本は私は国際比較の中では、予防災害前についてですね深く考えている国だとは思いますが、それでもですね、やはり我々、すべからくこれは国連機関もそうでございますが対応対処が中心になってしまう。しかしながらもうそれでは間に合わない。人命が失われてから経済的損失が膨大になってからではダメ。しかもその中で気候変動がますます勢力を高めているわけですから、根本を見つめるというお考えはその通りです。根本を見つめるというのはまさに何がリスクであるかということを考えなければいけないということですが、武田大臣おっしゃった分散型、これはですね、もちろんその日本の中だけではなく今世界で大きな問題になっています。世界の人口がどんどんですね、都市部に集中している。そしてその都市部のですね開発が多くの途上国においては非常にですね無秩序に行われている。その結果として都市部のスラム街がですね非常に大きなリスクになっているという状況があります。今大臣おっしゃったように都市にすべてが集中するというのは先進国においてもやはりリスクであると、それを見直すというのは私は非常に重要な施策であると思います。そして不断の見直しということをおっしゃいました。これは日本の強みだと思います。日本は古来から多くの災害に見舞われてきたことから常に見直しをしてきている。例えば高齢化社会に伴って高齢の方々が災害弱者になる。そうなるとどうやってその方々を守るかということを考える。状況に合わせて見直していく。これもですね世界が日本から学びたいことだと思います。そして小泉大臣がおっしゃった適応復興、これは本当にですね私は的を得た言葉だと思います。まあ、仙台枠組みの中にもあり、よく今のコロナの中でも言われているのはより良き復興ということですが、まさにより良き復興の中身が何であるかということを適応復興というお考えを示しているんだと思います。元のままに戻すのでもない、あるいはインフラを整備するだけではなくて社会の在り方をそのものを考えていく。そうすることによって、まあ、現在のコロナもそうですが危機を機会に変える。そういったことがですね復興において求められているわけで、しかももう一つあえて申し上げれば復興というのは状況が沈静してから始めるのでは遅く、対応しているときからすでに復興を始めなければいけないというのも非常に重要な点だと思います。ぜひですね適応復興を日本の中のみならず世界的にも広めていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今武田大臣と私の発言に対して水鳥さんからもコメントをいただきました。特に今回水鳥さんからは今日の先ほどのスピーチの中でも触れていただきましたが、今まであまり日本の中でも触れられてこなかった三位一体の話もいただきました。私も先ほどちょっと触れましたがパリ協定、そして仙台枠組み、またこの防災、これを3つしっかりと捉まえた上で対策をやっていくことが今後非常に大事になると、これを受けてですね武田大臣は内閣府の防災担当として国際協力をこの防災の中でも取り組んでいる中で、内閣府の防災担当部局として水鳥さんからも前々から評価をいただいているのは、防災ということに特化をして国際協力を行っているのは日本は数少ない先進国でもあると、この国際協力国際展開、これについて武田大臣から
ご意見ありましたらお願いしたいと思います。長い日本の歴史を振り返ってみましても、やはり大中小問わず常に自然災害に見舞われてきたというこの国の形であります。でその中でそれぞれの時代経験したことを踏まえて、自然な形でまたいろいろと試行錯誤しながら、日本の防災技術というのはかなり向上を遂げているのではないかなと思っております。この経験に基づく防災技術というものをいかに国際展開して、国際的な防災能力というものを強くしていくために、どうやって我々は貢献していくかということを今日までも考えてまいりましたし、また今からもそれを考え続けて発信し続けていかなくてはならないと、このように考えております。2015年ですか、国連防災世界会議のホストとして仙台防災枠組みの採択を指導したように、これまでも一貫して国際防災に大きく貢献してきたと自負をいたしております。また今昨年ですか、日本の官民の防災関係の機関や企業が連携して防災のノウハウや技術を海外に発信し、国際防災に貢献していこうと JIPAD という連絡会を立ち上げました。JIPAD ではこれまでに海外の防災関係者に対するセミナーを14回開催し、人材育成また技術導入などを図っているところであります。こうした取り組みにつきましては、仙台防災枠組みはもとより気候変動や SDGs の目標達成にも資するものであり、日本が率先して防災部局また環境部局と連携して気候変動と防災の取り組みを世界に向けて発信することにより、3つのグローバルアジェンダのシナジーを今後とも示し続けてまいりたいと、このように考えております。ありがとうございます。水鳥さんから日本へ期待をするこの国際防災の国際展開についてご意見ありますでしょうか。ありがとうございます。日本はですね、先ほども両大臣おっしゃったように、本当にその世界から見て、防災というものを国際協力の中核に据えている数少ない国だと思います。でそういう中でですね、一つはまず今大臣おっしゃったように、日本の防災技術、これをですね、より広く広めるということは非常に重要でございます。防災対策というのは実証科学データに基づいたものでなければ信頼性を持ちません。そういうことに鑑みますと、日本の優れた防災技術をより広めるというのは重要だと思います。それからですね、また日本はこれまでもハード面でもさまざまな協力をしてまいりました。インフラ整備ですね、やはり気候変動に強靭なインフラ、災害に強靭なインフラを作るということでなければ、開発もあっという間にですね、アートになってしまう。そういう中で、そういったハード面の協力も引き続き非常に重要です。そしてそれに加えてですね、日本はさまざまなその理念をですね、引っ張る面でも活躍してほしいと思います。これは何かと申しますと、仙台枠組みにもありますように、防災対策においてはさまざまな重要な理念があります。誰一人として取り残してはいけない、弱者を救済しなくてはいけない、それにはジェンダーの問題もありますし、災害弱者のいろんな問題があります。またただいま武田大臣から官民連携というお話がありましたが、官民の連携、さらには市民団体、といった社会のあらゆるステークホルダーが一緒になって、防災をしなければいけない、これは、共助、自助にもつながる話だと思いますが、我々よく、Risk is everyone's business、 リスクはすべての人に、関連がある、我々すべてが影響を受ける、コロナ禍がまさにそうですね。そういう中で、政府が中心となることは、元よりですが、すべてのステークホルダーが一緒になって、防災対策を取らなければいけないということもですね、日本はすで、に進めておられるわけですから、それをさらにですね、国際協力の中でも示していただきたいと思います。ハードソフト面、さまざまな課題がありますけれども、それを日本は引っ張っていけるでしょうし、これからはさらに今回のテーマである防災と気候変動を合わせたところにおいて、国際協力をさらに引っ張っていただければというふうに思っております。水谷さん、今回私としては適応復興という言葉を打ち出しているんですけど、この適応復興というのは
国際社会に広がりを、まさに今理念を広げなければいけないという話ありましたけど、この適応復興、これは国際的にはどのように広げていくとより効果的に広がっていくか、何かアドバイスありますか？そうですね、国際的にですね、今定着しているのはいわゆるより良き復興、ビルドバックベター、BBB ですね。したがって、これをですね、ここから始めて、では一体何が、より良き復興なのかと。実はこのあたりはですね、まあ、いろんな議論はなされていますけれども、もっともっと議論の余地があって、まあ、いろんな事例を見ますとですね、なるべく早く復興したいのでとにかく元に戻すべきというふうな考え方がまだまだですね、中核的なんではないかと思います。またそれはですね、人々も要求するところとなっているんですね。家が崩壊してしまった場合に一日も早く家を元にしてほしい、あるいは学校を早く復旧してほしいと。したがって、そういったですね、市民国民からの要望も踏まえながら、しかし、政府がですね、丁寧に、市民団体と一緒になって、なぜですね、元に戻すということではなくて適応復興という先ほどおっしゃった概念を導入しなければ、それは持続的な復興ではないということをですね、説いていくと。これは時間がかかる話かもしれませんが、しかし今コロナがまさにその機会なのかもしれません。コロナの結果として我々はそれぞれの国においてですね、自分たちの社会がいかなる問題を抱えているかということを見つめ直す機会となっています。したがって今のこの機会により良き復興の中身としての適応復興を啓発されていかれるということが有効ではないかと思います。ありがとうございます。コロナ後の社会と適応復興、まさにこう噛み合っているという話でしたが、武田大臣はコロナの感染症が拡大をする中でも、仮に自然災害に襲われたときにどのように対応するか、こういったことも取り組まれています。この観点から武田大臣から今この国際シンポジウムの場で、日本がどのようにこのパンデミック化における防災対策、こういったことを取り組んでいるか、ご紹介いただければと思います。やはりこの世界全体の社会の在り方というのがコロナウイルスによって変化したと思います。で、防災もしかりであります。で、今我々が取り組んでいるのは発災時、やはりそうした被災者の方々の身を守るための避難所対策というのに着手しております。あらかじめどの自治体にはどれだけの避難所が用意できるかということをあらかじめリストアップしていく。そして今回はコロナウイルスということもあって、やはり衛生管理というものは万全にするのはこれは当然ですけれども、一人一人の方々のスペースというものを広く取らなきゃいけない分、それだけ避難所の絶対数というのをきっちりと確保しておかなければなりません。その上でやはり熱がある方、咳が出た方ということも専用スペースもいるでしょうし、またホテルやそして旅館、それでいろんな施設、使えるところはどういう機能を果たせるかということも事前にチェックして、しっかりとこれを用意しておくということが重要ではないかなと思うんです。特にこの避難所等で、ね、避難生活の負担を減らしていくというのは当たり前ですけれども、災害関連死だけは絶対にこれは防いでいかなくてはならないわけであって、衛生管理、そしてそれの対応、またこういった方面では日本赤十字社の皆さんとも協力に連携して対応を取っていきたいと、このように考えているところであります。また今ちょっと私は今人事局の方の大臣もしているわけですけれども、働き方の変化を導入しております。今日本もテレワーク等々がどんどんこのコロナによって普及してきたわけでありますけれども、やはり災害時不要不急の外出というものは絶対に避けていただかなくてはなりませんし、こうしたテレワークというものは重要な有効な手段になってくるのではないかなと、このように思っております。まあ、いずれにしましても、しっかりとした衛生管理、一人一人の方々のスペースを確保しながら、安定したそこで避難所生活が送れるための、やはり我々は避難所というものをしっかりと提供していくことを今重要視しておりますし、そうしたことを通じて感染症対策に努めていきたいと、このように考えているところであります。ありがとうございます。時間もそろそろ終わりの方に差し迫ってきましたので、水鳥さんから
今日の共同メッセージ、そして短い時間ではありましたけれども、今の私と武田大臣のやり取りを踏まえて、最後にご感想やメッセージをいただけたらと思います。ありがとうございます。小泉大臣、武田大臣。ちょっと壮大な話になりますけれども、今のコロナ禍の状況の中で、国連事務総長が最も嘆いているのは、国際的な連帯の欠如ということであります。本来であれば、先進国、主要国が中心になって、大きな連帯を組んでですね、このコロナの状況に対応しなければいけない。思い起こせば2008年の金融危機の後 G20 ができたわけですね。ところが今回はなかなかですね、そういう連帯が見えてこない。そういう中でコロナはすべての国を襲っています。またコロナと同時に武田大臣の話にもつながりますが、他の災害もですね、すでに南アジア太陽州諸国を襲っています。で、そういう中におきまして、すべての人々は影響を受けているけど、同じように受けているわけではない。脆弱な国、そこにいる脆弱な方々が大きな影響を受けている。そういう中でですね、私はぜひですね、日本にこの連帯感の欠如している国際社会を引っ張っていただきたい。で、その一つの柱としてですね、まさに本日テーマとなっている防災、そして気候変動、さらには持続開発目標、日本ごとですね、多くの方がこのバッジをつけている国はありません。それを三位一体として進めることによって、世界の引っ張っていく、この役割をですね、ぜひ武田小泉両大臣、そして日本政府全体として行うことによって、なんとか2030年までにですね、我々が2015年に採択した多くの国際枠組み、ナカンズク SDGs が達成されるようにしていただきたいと思います。そのために国連事務局も尽力し邁進してまいりますが、なんといっても加盟国の指導力が必要です。そこをぜひお願いしたいというふうに思っております。ありがとうございました。水鳥さんからは、今グティエレス事務総長が一番嘆いているのが国際連帯の欠如、そういう話がありました。まさに気候変動と防災、そしてコロナからの復興、これを成し遂げるためには国際的な連帯が不可欠だということで、今回私が提案をして国連とも協力をして、9月に各国の大臣級で気候変動の取り組み、そしてまたコロナからの復興の取り組み、これを共有をするオンラインでの議論する場、オンラインプラットフォームを開催をする予定になりました。こういった機会も捉えて、国際的な連帯がさらに高まっていくように、今後とも日本がリーダーシップを発揮していけるところは発揮していきたいと思います。改めて今日はお忙しい中、武田大臣、そして水鳥さんに心から感謝をして、この提談を閉じたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご登壇者の皆様、どうもありがとうございました。それではこれにて本日のプログラムを終了させていただきます。どうも大臣、ありがとうございました。どうもありがとうございました。お世話になりました。あ、そうか、失礼変える。